どうかしたんですか？星野さん。はい。私、あなたのことを好きだって言いました。でも、だからってすぐ、結婚っていう気持ちにはなれないんです。別にもったいつけてってわけじゃないんです。前に、すごく好きな人がいました。とっても幸せな気持ちで、教会で彼が来るのを待ってました。だけど彼は来なかった。また人を好きになって、とても好きになって、それでまた失うのが怖いの。怖いんです。ねえ、怖いの。怖いの。私を幸せにしてください。お疲れ様でした。いやもう楽しかったですね。なんかこういうの初めてだったんですけど、ちょっともっとやりたいなと思いました。他のもっと半沢直樹とか、なんか危ないデカと か, なんかそういう辺もちょっとやらせてもらえたらなと、ちょっとまた呼んでいただきたいと思いました。ありがとうございます。